はい、皆さん、こんにちは。総長です。マルストン勉強法の第5回、6回。今日は5、6とまとめていきたいと思います。さあ、今日のところをちょっと見ていきましょう。今日はモジュール5、継続が生み出す累積効果。さあ、ちょっとまとめを4つ読んでみます。勉強の成果はある程度の回数を繰り返した後に爆発的に伸び始める。 はじめのうちは勉強時間に単純比例することはない勉強の際脳は自分に最も合っている勉強法も無意識的に記憶しており繰り返しの先にあるそうしたハウトゥーのネットワークの広がりが勉強内容との相乗効果を生み出す多くの人が2から3回の繰り返しで満足してしまうが 繰り返すの本当の効果は6回目あたりからあらわれ,あれ始める。成果が出始めたと感じたらその実力を倍に伸ばすのは簡単。あと1回繰り返そうという今一歩の努力を惜しまなければ成績を爆発的に伸ばすことができる。さあ、えー、継続が生み出す累積効果。 四つを言いましたけれどもね。はい。これはまあ、おそらく皆さんよくわかっていることだと思います。そして、えー、この今までやってきたシグモイド関数というね、えー、イメージ、この継続のイメージと実際はこんなに違うんだということですね。はい。要するに、その、えー、やった分だけ効果があると思ってしまうというところがあって、そうじゃなくて、やってからずっと ど効果が出始めるんだけれども、なかなか出ないので途中で不安になって諦めちゃう人がほとんど。そして、その後は2次関数的にぐっと伸びるというお話ですよね。このことが、その継続しなければ現れないというお話でした。はい。えー、この継続が生み出す、累積効果は皆さんもうね、え、前の講座でだいぶもう身についたと思います。さあ、それでは、え、モジュール6に進んでいきます。続けます。モジュール6。 繰り返しの魔法。今日のメインはこちらなんですけれども、その、うここではですね、パラダイムシフトを起こしてほしい考え方ですね、勉強の考え方になぜか間違って考えているということをですね、えー、ここでですね、えー、意識をシフトチェンジ、発想のシフトチェンジをしていく必要があると言ってますからね。ちょっとまとめを3つ読んでみますね。後で繰り返すことができるのであれば、 別に一度勉強した内容を忘れても構わない。忘れないようにするという発想から、忘れたら繰り返し勉強してより記憶を強化するという発想へとシフトチェンジする必要がある。忘れた頃に繰り返すという作業を怠ると、たとえ初めにじっくり時間をかけて学んだ内容であっても、時間の経過につれて確実に記憶が薄れていく。一度勉強しただけでは、 最終的には直前に勉強した内容しか頭に残っていない状態で試験に挑むことになってしまう。繰り返しは時間がかかると思われがちであるが、繰り返せば繰り返すほど勉強のスピードは上がっていくので、思うほど時間はかからない。繰り返しは長期記憶形成のプロセスに依拠した効果的な勉強法である。はい。 この三つ、すごく大切なことですね。では、まずその繰り返しの魔法について説明していきますね。まず、あの、繰り返しという言葉をしつこく強調していますが、この繰り返しさえ徹底すれば、別に勉強内容を忘れてもよいということ。大、え、体、ー、いいこういう風に言うとですね、多くの人が耳を疑うんですけれども、つまりずっと忘れずにいるという発想が忘れてはいけない。 ずっと忘れずにいるという、その、えー、もともとそういう発想で勉強しているので、その時点でちょっと考え方をシフトチェンジするということなんですよね。で、忘れた頃にもう一度繰り返して記憶を強化するという、この発想にシフトチェンジできたら、これはすごいことになるということなんですよ。はい。なんと。 忘れずにいるんではなく、忘れていいから、忘れたら繰り返しましょう。その繰り返すときがチャンスですよ、という意味です。繰り返す機会さえ、後で確保できるのであれば、もう別に忘れてもいい。どんどん忘れていいよ。なぜなら、脳は忘れかけ、または忘れてからではないと、そこを、記憶を強化できないからなんですよね。これは前の講座でね、もう何度も言ってます。 でもう一つね、えー、一つ大きな壁となってしまうのは、繰り返しが大事なのが分かっていても、やっぱり時間がかかってしまうんではないかと、そういう心配、またそういう疑問をね、あの抱える方もいるとは思うんですけれども、でも、実はそうでもないということが、やってみれば分かるんですけれどもね、繰り返しほどどん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 加速していくということなんですよね。はい。まあ、あの、何回も繰り返して勉強することが、 えー、結果的に目標達成の最短の道のりとなるということなんですね。で、ここでね、二つ A 君と B 君のお話をします。A 君、B 君が、まあ、同じ問題集をこなして試験に挑むことに、えー、なっているとしましょう。で、A 君っていうのが問題集をページ数を単純に試験までの日数で割って、一日にこなすページ数を勉強してたんですね。割り出してね。はい。 まあ、あの、簡単に言えば、えー、試験まで30日あって、300ページの問題集をやるとすれば、1日に10ページずつやって、30日間で、まあ、均等割りにしていくということですよね。はい。つまり、A 君はじっくりと勉強をして、その、あの、しらみつぶしに問題集を解いていくということになります。ただ、試験までに問題集をこなす回数はたった1回きり。ですよね。 一方、B 君は30日だとすると15日間で一旦問題集をすべてこなすという計画を立てました。でも、時間をかけない分、多くの疑問点が残ることになりますよね。はい。ただ、一回ざっとや,やることによって、試験まではあと半分残されている記述がね、ということになっています。 で、B 君の場合は、その半分で終えてしまったので、残りの2回目の繰り返し,り返しがわからなかったところ、これがですね、1回目の半分の時間でできる、こなすことができました。そして、その次も半分、その半分、その次もその半分というふうに、 その、そういった具合に B 君は分からなかった部分だけに焦点を絞った勉強を試験までに何度も繰り返すことができたということです。はい。じっくり時間をかけて、えー、やった A 君の場合は、最後の方になると、初めの方にやったことというのはもう、皆さんもうあの曲線見れば分かりますよね。1日7割忘れてしまう曲線。 たった一度でやれば、きれいにさっぱり忘れてしまっているということに気がつくと思います。たとえじっくり時間をかけて勉強しても、忘れた頃に繰り返すという作業が一度もないので、それを省いたがために試験直前に勉強した内容しか頭に残ってない。そんな狭い知識のまま試験に挑むことになってしまったということになのね。 A 君タイプの勉強をしている人に残るのは、よく勉強したという一種の自分の満足感だけ、実質的な内容が伴ってないということになります。これではちょっと試験合格は難しいですよね。B 君の場合は、一見時間がかかって大変そうだったんですけれども、繰り返しが鍵という長期記憶のメカニズムから考えるとね、 すごい成功法なんですよね。もう皆さんもこれわかると思いますね。しかも問題集の全てを丸々繰り返す必要はどこにもなく、要は前に間違った問題のみを絞って勉強して繰り返すことができたということ。これが最高の状態だったんですね。 繰り返してやる量がどんどん減っていくということですよね。まあ仮に半分と仮定してますけどもね。1回目に半分しかできなかったら50%。残りの繰り返しが全体の50%やるけども、その半分で済むよね。繰り返しはね。でも、さらにもう一回繰り返すときはその半分になるから25%になる。そして最後に繰り返すときはその半分12.5%になるという。繰り返しというほどのことでもなく、あっという間に終えてしまうということ。 しかも繰り返しがなされているので最高ですよね。スピードは上がっていきます。繰り返しが効く理由というのは、長期記憶形成のプロセスに依拠しており、結果的に覚えるまでの時間を短縮できるということなんですよ。さあ、いかがですかこの繰り返しの魔法、魔法なんて大げさじゃんと思いきや、本当に魔法ですね。 この繰り返しをすることにより、一見大変そう、めんどくさそうな感じがする繰り返し、いかにやればスピードアップして、しかも成功法であり、繰り返しのプロセス、長期記憶の、えーえー、プロセスがしっかりと伴っているということをね、今日はしっかりと身につけてほしいなと思います。えー、前回、前々回と記憶の性質を学んで、 そして実践的なお話が今日、実際にやるやり方ですよね。そのやり方を間違えないでやるということ。感情で勉強したり、自分の満足のために勉強してしまうと、試験には結果が伴ってこないということ。これしっかり覚えておきましょう。科学的な勉強をすることによって、あなたの勉強法が、えー、より、えー、素晴らしくなり、意識もモチベーションも上がり、しかも、 実践にちゃんと内容が伴い、そして身に着くということ、これをしっかり覚えておいてください。さあ、今日の勉強法い,いかがだったでしょうか ?5 番、6番、特に6番の繰り返しの魔法、ぜひ皆さんもこれを実践してください。それでは今日はここまでとなります。また来週お会いしましょう。さようなら総長でした。